おはようございます。今日はこんな感じでした。今日は少しね、にもね散歩してきましたんで紹介していきます。最後にあれも、はい、今日は2月の13日火曜日8時28分となってます。朝焼けですね。神秘的な感じです。ただ朝焼けは雨という言葉がありますが、そんな感じがちょっとするような天気かもしれませんね今日は。はい、怪しげな雲がございます。波は引き続き穏やかな感じですね。はい、現在の時刻は9時54分ですね。はい、ちゃんと太陽が昇り始めてからは中上層雲の雲、軽層雲だったり軽雲だったり高積雲だったりがあると思います。はい、という感じですね。少し寒くはないけど肌寒い。やっぱりあそこのうちちょっと見づらいんですが、明かりがねちょっとついてます。ちょっと見づらいですけどね。まあもう少し様子見ようかなと思いますね。現在11時4分ですね。総積雲でしょうか、雲に覆われています。ちょっと厚い雲に覆われていて、先ほどよりも雲が増えてますね。はい、という感じです。あんまり面白くはないですね。現在は12時20分となってますね。クロッカサバガンスということで、人がね結構やっぱおりますね。はい、そうですね、これでも結構いる方ですよ。下の辺行ってみよっか。はい、雲は中下層雲といったところでしょうかね。高層雲ですね。あ、軽層雲、高層雲、高層雲の軽いやつ、あちらは平雲、もう少し層雲かな、難しい判定が。層積雲とかも含まれてます。高積雲も含まれてますね。はい、判定が難しいですね。はい、タイドプール、まあまだいないかな、ないですね。ちょっと見てみようか。牡蠣の皮からでたくさんこうついてます。結構大きいですね。なんか鳥とかによって食べられた跡になってるんでしょうかね。なんか前来た時よりも牡蠣の殻増えてるような気がします。はい、あそこにイソギンチャクがねありますね。あれイソギンチャクですね。水に浸かるとあれイソギンチャクみたいになります。はい、それからまあムール貝はねところどころに見られますね。こういう貝もございます。ちょっと名前は分かりませんが、海の生き物も研究してみたいね。ムール貝ちっちゃいですね。潮が満ちてきてるのかな。そこにイソギンチャクがおりますが、はい、ム
ールがいっぱいあるね。ムール貝。現在の時刻21時51分となっています。このように曇っておりますね。暗黒の雲が垂れ下がっております。はい、空気も冷たいですね。そして見てください、まだねあそこ明かりがついてます。今日も明かりがついてますし、コップの位置もね変わりませんね。毎日確認するよ。はい、いやあまりにもねずっと続いてたらちょっと行ってみようかなと思いますけどね。はい、では今日はこれでおしまいにしていきたいと思います。